本日デビュー戦、どんな気持ちですか？プロレスデビューができることをもうすごく嬉しく思っています。緊張してますか？すごいしてます。緊張してる？はい。緊張してるときはどうやって緊張をしないようにしますか？自分がやってもらえて嬉しいこととか、なんか楽しいことを思い浮かべて緊張をほぐすようにしてます。じゃあちょっと思い浮かべてみてください。はい。どうですか？少しほぐれました。対戦相手のゆづき選手のイメージはどんな感じですか？前から仲良くしてもらっていたあのお姉ちゃんみたいな存在なんですけど、体が大きいのでパワーがある選手だと思います。勝てそうですか？絶対勝ちたいです。おお。それじゃあ気合を見せて走ってきてください。はい。マセ、何してるの？解決ゾロリ読んでます。え？解決ゾロリ読んでます。あ、解決ゾロリを。みんながメイクとかしてる時間はちょっと今リラックスタイムだもんね。はい、解決ゾロリ面白いですか？面白い。面白いですか？はい。じゃあリラックスが終わったらアップしに行きますよ。はい。はい、どうぞ読んでください。これは今マセの食事中に撮影をする田村様です。可愛いからね。可愛いから。いや、なんかおにぎりの味が違うのかなと思って、今食べてるのと試合終わってからのおにぎりの味は違うのかなと思って、それを確かめたいな。今何の味がしますか？ツナマヨ。ツナマヨの味。じゃあ試合後のおにぎりの味楽しみですね。ヒーローマセ。本日デビュー戦、
試合どうでしたか？フルースはすごい痛かったんですけど、もうすごい楽しかったです。楽しかった。プロレス好きになりましたか？はい。嫌いになってない？なってないです。デビュー戦おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。いかがでしたか？マセはやる気と根性があってもあまり人には見せない部分がありました。胸の中に熱い思いがちゃんとあるのにそれを出さないっていう部分が強かったので、そこを解放してもらえたかなと思っています。マセのエルボーとスリーパー結構やばいです。体が小さいからこそ一つ一つの締め技とかがなんかね、今まで対戦した選手とは違う痛みがあるんですよ。すっごい尖った痛み。スリーパーだったらもうロープで締められてるぐらいの、チェーンを思い出すぐらいの硬さを感じたので、結構マセに背中乗られたら厄介だなと思いました。マセは成長していけるようにほっとしてみんなで支えていきたい、育てていきたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様。ありがとう。今日一日で何回泣くんでしょう私は。ようこそホットッシュへ。よく頑張った。よく頑張ったね。すごかったよ。魔性のパワーすごかった。これからどんどん強くなると思う。頑張ろうね。一緒に強くなろうね。ありがとうございました。